まもなくスタートです。今スタートを切りました。脇坂遅れた。コントラ2台影山雅美とファーマンがスタートでエンジンをストール。この2台に後方の3台が避けきれず激突。いいですよ彼の。なるほどね。おお、1台大クラッシュ。1台大クラッシュはレイジュンのマシン、オサムのマシンが。うわ今のは。そしてヤレック・ビールチュークと絡んだ模様です。でね、あの骨折ということだったんですけど、今回はね結構しんどいんだよなんて言ってた、はい、出ました。治自らの力でマシンから出てきました。よかったよかった。安心するシーン。もうグランドスタンドから拍手が起きてますよ、ね、あよかったよかった。もうドライバーが一番心配。しまいました。ブレーキでちょっと乗っちゃいましたね今ね。そうですね、乗ってしまいましたね。タイヤが乗っちゃうと一番なんですよ、ね、危険なパターン。ちょうどいやちょうどね乗り上げちゃったんですね。ブレーキングでねもう、まあ、お釜を掘るというかこれ雑行しちゃってますからね車をね。完全に乗り上げた。ここで一回あのロールバーとね転がってますからね。ちょっとぶつかってんですよドライバー。ちょっと心配ですね。コックピットが大丈夫ですね。よかった。これはホッとする映像です。道神ライアギャンがどう出るかっていうね、うん、リチャードの動き次第でしょうね。でも入った。ここで行くんですね。またあーやっちゃった。あーカメラなんかカメラも潰れましたし、まあ、これどう見るかっていうとね、はい、どっちかっていうとこブノワは入って縁石まで乗ってる、うん、じゃリチャードも閉めちゃいけない。ほらあれです、ね、入ってるでしょ入ってるでしょ、ほらもう縁石まで行ってるでしょ。でああでもね、うん、ブドはもうちょっとはらんでるんだな。そうなんですよね。ちょっとだから止まりきんないでロックさせちゃったからこうね、ブドはもうはらんでるんだ。これは明らかに立川が有利。もう完全に後ろ、ね、追いついているチャンスです。スプーンの立ち上がり、激しいクラッシュ。どうしたブドは取れる家大丈夫か。後ろがもう完全に取れている。モノコックがちぎれてしまった。どうなったんだブドは取れる家大丈夫か。モノコックは裏返しになってますね。ブノワトレルイエを今救出していますが完全にリアセクションはちぎれ飛んでいます。立ち上がりは普通に立ち上がってますよねこれで。この先でカメラが切り替わった時にすでにインガーで激しいクラッシュが起きています。立川もアウトに避けています。その後ろデュバルもアウトに大きく避けていますから、やはり自分で巻き込んでいったように思えるんですが、ここで車が壊れてましたね。これは抜いた、これは抜いた。あー滑った。あー滑った。片岡の車が中央飛んだ。いやでも大丈夫ですね。大丈夫ですか。いやびっくりしましたね。いやこれは驚きました。ここで両者ともにここスピンロックしてしまいました。そうですね、ここで片岡選手がもう、これもどうしようもない。これは避けられないですね、これしかし。いやでもこれ良かったですね、大事に至らないでね、良かったですね。魂のレースリバースグリッド、果たしてどんなスタートか。本山と横溝、さらにディバル、そして平手も行く。本山がいいスタート、後ろで ARTA の2台だ。 ARTA の2台だ。スピンしているのはこの転倒は井出と伊沢ですね。そうですね、井出と伊沢ですね。さらに土屋もマシンを止めている。ARTA はスタートでレースこのレースを終える形。なんとか井出もマシンの外に出ましたがちょっとダメージを負っているようです。さあリプレイをご覧いただきましょう。
この中段での土屋とまず伊沢、その後ろから今度は石浦と井出ですかね、はい、うん、ここでそうですね、さらにそこに土屋も絡んでという形、そしてこの井出のとにかく仕掛けた、あっと、そして平手が接触、平手が接触、平手が伊沢と接触、そして大きく大きくコースオフ、4コーナーで平手と伊沢がコースオフ、ここでうわ左フロントと右リアが接触、そして大きく平手はコースオフ、まあ、ただ後ろに車がいませんでしたからポジションは変わりません。ただ前の車からは間が、ああ横転している、え、小暮ですか、小暮選手ですね、あ、小暮だ、今デュバルと争ってましたから試験員のあたりだと思うんですが、小暮が横転しています、あ、小暮は大丈夫、小暮は大丈夫です、歩いています、ちょっとびっくりしましたね、いやー驚きましたね、あると思いますけどね、ただセクター4がまだちょっとグリップが思わしくないのか、まだ上がってます、あーレッドフラッグが再び出ました、あいろいろと話をしていたようなんですけれども、まあ、今現在はあのマシンとチームとは無線、ああハリソン出てきました、無事に出てきました、ご安心ください、 look at the effect, they're all battling up, and if they touch, they're three wide down into turn one, four wide now here at Suzuka, that's not going to work, and it crashes, big crash, big crash, here it comes out, here it comes out, this big crash in Sasahara, and that is an absolutely enormous accident, a guaranteed safety car. Hirakawa is in the wall, as is Sasahara. I think there's three or four cars off here, and that is a nasty accident. He's out of the car there, fortunately. Sasahara climbing out on his own. He's got into the squishy barrier. He's going to be a bit shocked. Sasahara is going to get collected by the Ing Ing car, and that's Kobayashi there. And so, Lee, what happened there? Sasahara. And Kobayashi just misses. Kobayashi goes through the middle of it, so it's just the two cars. Yeah, it's just the two cars, but what happened, this is a better angle, so the Red Bull car of Sasahara just squeezes left on the Ingin car, which collects Kobayashi as well, does him some damage, but yeah, Kobayashi escapes the accident, but those two are going off, Cassidy gets through as well, but that is two cars out, and Hirakawa... Is he going to stay out and pit deep? We have an upside down car, we have... Massive crash. It looks like maybe one of the KCMG cars as the marshals run over to it. It is one of the KCMG cars. I don't know which one at this stage. Looks a like huge a... lockup, spinning like a spinning top, and something very, failed on very that quick. Looks like the right rear failed again. That is Yuji Kunimoto, collected into the tyres, and it's the tyres that turn him. So. It is a big blowout, rear right again. Possibly another right rear suspension failure, which is interesting though, you know, it's a lot of high loads on going into the suspension there. And bit of a breather then, oh that's good, so out of the car. It's good to see. Gets Kunimoto. That's a bad place to go off at certainly that sort of pace, but the tyre wall or the barrier I should say, you see it's foam, it's an impressive structure that.